ジライア様のことは分かったの？あ、まあね。あのさ、父ちゃんって俺くらいの時どんなだった？え、どうしたの急に。だってちょうどその頃なんだろ、父ちゃんがジライアさんからいろいろ教えてもらってたのって。どんなだったのかなって。そうね、小さい頃から全然変わってないわね。いつもまっすぐで、まっすぐ、自分の言葉は曲げねえ、それが俺の人道だっていうのが口癖でね。その言葉通り常に前を向いて絶対に諦めなかった。仲間のことを大切に思って守るって決めて、その言葉に嘘や偽りはない。昔からそんな人だった。お父さんは小さい頃からまっすぐだったけど、ジライア様に出会ってからますますそういう思いが強くなったんじゃないかしら。忍者とは忍び耐えるもの、ジライア様の言葉よ。お父さんはその言葉を胸にずっと頑張ってきたのよ。私はそんなお父さんのことをずっと見ていたの。あんなダメ父ちゃんじゃなくてももっとかっこいい相手がいたんじゃねえの？昔も今もお父さんのこと大好きよ。母ちゃん、父ちゃんのこと子供の頃から好きだったのかよ。じゃあずっと両思い？私のことはいいのよ。いいじゃん、教えてよ。教えない。教えてよ。